注意、体の具合はどうだ殿。このような姿で失礼いたします。そのままでよい。無理はしてくれるな。お前を失うことは我が半身を失うことに等しい。孫悟にはお前が必要なのだ。殿、もったいないお言葉です。しかしこの大事な時に動けぬとは口惜しい。今打つ手が孫悟の未来を左右するというのに。周瑜殿、ご無理をさせて申し訳ありません。ですがおっしゃる通り、今は大事な局面。劉備にどう対処すべきか助言をいただきたい。ロシク、君はどう考えている。曹操との天下二分に向け敵を増やすのは得策ではありません。また流浪の身である劉備たちの立場で考えれば、領土を手に入れることは悲願でもあったでしょう。百歩譲ってこたびのことはやむにやまれぬ主義と理解できなくもない。ならば今は慶州を劉備に貸した形とし、孫劉の命の維持を優先すべきかと考えます。うん、私も同じ考えだ、ロシク。だが諸葛亮が信用ならないことはもはや明白。命は向こうから破られる危険がある。それを防ぐためには楔を打ち込んでおかねばなるまい。楔？いえ、絆、絵にしと言い換えた方がいいでしょうか。名は婚姻で結びつきを深めることで強くなります。姫様、あなたと劉備の婚姻をもって名を確かなものとするのです。周瑜、何をバカな。姫様と劉備の婚姻がなれば孫家と劉家は縁戚となります。名は確固たるものとなり、我らは背後を気にせず曹操と戦うことができます。姫様、伏してお願い申し上げます。あなたの力、この周高金にお貸しください。孫悟の未来のために。ならぬ。将校は私の大事な妹、それを祭りごとの道具にするなど。いいわ、周瑜。姫様、感謝いたします。将校、この話の意味が分かっているのか。ただの結婚ではないのだ。自由を奪われ、見ず知らずの土地に放り込まれる、それでよいのか。ありがとう、賢人様。でも今の孫悟には必要だって思うの。乱世はまだ終わってない。曹操だってきっとまた孫悟を攻めてくる。私にできることがあるなら喜んで協力するわ。それにね、私の気持ちと関係なくはないの。私結構気に入ってるんだ、劉玄徳様のこと。では婚姻の件、俺から劉備殿にお伝えします。ロシク、婚儀の際は必ず劉備をここに呼んでくれ。こちらへ来られぬというようであれば、この話はなかったことにしてよい。はあ、承知しました。この命があるうちに災いの芽は摘んでおかねば。たとえどのような汚名をかぶることになろうと、姫様どうかお許しください。あの姫様が結婚とは少し意外だな。
聡明で情に厚いお方だ。孫悟のためを思ったのであろう。郊外殿はむせび泣いていたそうだぞ。まったく姫様は人気者だな。それで劉備殿はいつ頃ここに？もう間もなくだと聞いています。私たちもそろそろ警備に戻りましょう。それにしても何か妙だ。祝い事にしては警備が厳重すぎる。しかもほとんどが周遊殿の帰化の兵だな。劉備殿は姫様の夫君となられるのだ。万が一の時もお守りするため信頼できる兵で固めたのだろう。そうか、それならいいんだ。今劉備が到着したそうだ。間もなくここにやってくるだろう。将校、本当にこれでよかったのかな？ええ、兄様、心配してくれてありがとう。ずっと見守ってきた姫様がついに、先ほどから涙が止まりませんぞ。もう郊外ったら今生の別れってわけじゃないんだから。どうしたロシ君、何か心配事でもあるのか？いえ、ただ周遊殿の様子が少し妙だったので。周遊？ロシ君殿、妙といえば少し警備が厳重すぎませんか？どうも周遊殿の帰化で固められているようです。周遊殿の、まさか。俺はバカか、この計略に今まで気づかんとは。何事だロシク殿？おそらく周遊殿はここで劉備殿を撃つおつもりです。何？どういうことだ？この婚儀は偽り、劉備殿をおびき出し撃つことが周遊殿の真の狙いです。周遊殿はかねてから劉備殿と諸葛亮を危険視していました。慶州の一件で撃つことを決意されたのでしょう。そんな、すぐに劉備殿を逃がしましょう。このままでは命どころではなくなります。待て、周遊が正しいとしたらどうする？ここで劉備を撃つことが孫悟のためになるのではないか？抵抗？いいえ、違うわ。偽りの婚儀で相手を撃つ、そんなことをする人を、国を誰が信じるの？孫悟のためを思うなら約束は守るべきよ。私は玄徳様に嫁ぐわ。お願い、みんな私に力を貸して。玄徳様と周遊のためにも。姫様。姫様の覚悟しかと承知しました。ならばここは筋を通しましょう。序文卿、姫様のために戦います。女性、ありがとう。わしもおりますぞ姫様。姫様の婚儀が見られぬのは残念ですがの。帝子殿、ここは孫悟のため劉備殿をお逃がしください。わかった、周遊を止めよう。周遊。全軍に命ずる。これより孫悟にあだなす敵、劉備を撃つ。
決して危害を加えるな。狙うは劉備ただ一人。全ては孫悟の未来のため。喉もかかれ。よし、灰になれ。我々はこの地の防備に。総援戦。敵は全てここで防ぐ覚悟で臨むぞ。姫様、あとは自分たちにお任せを。みんなありがとう。私行くわ、玄徳様と一緒に。諸子殿。私は姫様の護衛、どうかお供させてください。ううん、蓮氏には別の人のそばにいてほしいの。誰のことかもうわかるわよね。姫様。兄様に伝えておいて、私がいる限り孫竜の命は揺るがないって。それと周遊にもありがとうって。姫様、どうか息災で。我が刃届かなかったか。それでよかったのだ、周遊。これで孫悟と劉備の命は強固なものとなるだろう。お前が言っていたようにな。確かに一時的にはそうでしょう。ですが慶州の問題を抱えている以上、劉備との衝突は避けられません。その時は殿に、そして誰より姫様に辛い思いをさせてしまいます。自らの命を削ってまで孫悟を守ろうとした、そのお前を誰が責めようか。殿、お前の思い決して無駄にはせぬ。必ず
孫悟を守ると約束する。だから今は休んでくれ。私では頼りないか、周囲。いえ、これで安心して眠ることができます。周遊、わしらは周遊に重荷を背負わせすぎていたのかもしれんの。赤壁での勝利に目がくらみ、誰もそのことに気づけなんだとは。若輩者がいつの間にか大きくなったものよ。今しばらくはわしらも共に孫悟を支えねばの。楽隠居は当分お預けよ。どこへ行く、テイフ殿。周遊と酒でもと思ってな。珍しいことがあるものよ。これは、テイフ殿。養生しているようだな。どうだ、酒でも一献。無論お主の体に触りがなければだが。よろしいのですか、私のような若輩者と。お主は見事に務めを果たした。もう若輩者とは呼べまい。ん？我が輩としたことが杯を忘れてきたか。しっかりしてください。テイフ殿にはこれからも若輩者を導いてもらわねばならないのですから。ふん、お主に叱責されようとはな。待っていろ、すぐに取ってくる。テイフ殿、あとはよろしく頼みます。孫策、君に託された大事、なすことができたろうか。そして殿、道半ばで倒れる不忠、どうかお許しください。周遊、この若輩者め。周囲、兄上によろしく伝えてくれ。今まで大義であった。一度体勢を立て直すのだ。たく、魏軍の連中どれだけいるんだ。いくら倒してもキリがないっつうの。これほどの大軍で術光に攻めてくるとは。慶州攻めの今日疲れたな。西に攻めてきたと思ったら今度は北。まったく休む暇がない。曹操は老獪だ。我々が周遊殿を失った今こそ好機と見たのだろう。劉備に援軍要請は。出したが断られた。ここは我々だけで戦わねばならん。どういうことだ。慶州で揉めてるとはいえ同盟してんだろ。あの連中は信用ならないんだよ。あんたと同じってこと。なあ、んだと。またか。やめよ、両党、関内。今はそんな場合ではない。協力して
義軍を迎え撃つのだ。分かってますよ。さすがに言い合ってる状況じゃない。ほう、珍しく物分かりがいいじゃねえか。それだけこの戦が危ういということだ。殿、お待ちしておりました。両門、義軍の動きは？こちらの前線を突破しようとしきりに攻勢を仕掛けてきています。ここは早めに手を打つべきかと。分かった。皆は前線の守りを固めてくれ。機を見て一気に反撃に出る。へえ、反撃の時が待ち遠しいぜ。敵は曹操が自ら軍を率いている。出場盛況だ。周囲なき今、我々は一層団結して戦わねばならん。皆で義軍の侵攻を食い止めるのだ。よし、一丁みんなで義を砕いてやるか。孫悟のため、そして亡き周瑜殿のために。